玉城知事は現地時間の9日までに国務省、国防総省の担当者のほか連邦議会議員らと面談し沖縄の基地負担の現状や人体への有害性が指摘される有機フッ素化合物、PFAS 汚染の問題を訴えましたアメリカ国内で議論が進む PFAS の問題について議員らからは連携して取り組みたいと前向きな回答があった一方で 普天間基地の辺野古移設にに関する議論に具体的な進展はありませんでした県関係者によりますと滞在中には政策担当者や閣僚へもコンタクトを取ろうとしたものの今回もそうした政策決定の中枢にまで会うことはかなっていません現在の沖縄の状況や台湾有事を含め沖縄問題についての私の考えを直接説明できたことは大きな成果であったと考えています。 玉城知事は訪米についてこのように成果を強調していますがアメリカで高まる中国脅威論を前に沖縄が安全保障の重要拠点として注目を集める一方基地負担の軽減を求める沖縄の声をアメリカに直接届ける取り組みはより一層難しくなったのが現状です。